レースはマイペースと見ましたか。そうですね、はい、自分の流れで言ってましたね。言ってましたね。でただスタッフさんが右方が来たかったですね。さっきのあれ、出来合いっていうのがないもんなんですよ。あ、そうですか。だから来た。だから出来ないからうち来たとおっしゃってましたけど、大体どこでも行って出来ないって言われるとうちにいらっしゃる。そうですね。使えればいいっていうと、作って差し上げますから。東急ハンズからのお客さんが多いでしょ。多いです、うん。だから向こうからこっちにいらっしゃるお客さんが結構いらっしゃる。東急ハンズでも従業員ですから、オーナーだったら教えないんだろうけど、従業員ですから自分のとこできないと、あそこ行けって教えてくれる。ミスタミの、あの駅の中のミスタミに行っても、自分のとこできないとうちに行けって教えてくれる。だから助かってます。できない限ってないんですか。まあ、ほとんどないですね。だから特許権で作ってはいけない木っていうのがあるんですよ。はいはいはい、そういうのはやっぱりダメですね。そうですね。だからそれ以外だったら、使えればいいっていうんだったらもうほとんどできます、なんか鍵屋さん、他の鍵屋さんから聞いたんですけれども、あそこの鍵屋に行ってできなければ東京中でできないって言ってるのが本当ですか。そうですね。お宅でできなければ、私はできませんと言われたら、言いましたら、まあ、できるとこないんですけれども、例えばないものを作ると言いますとね、大体1万5000円から2万ぐらいかかるんですよ。するとね、そんなに払って作る方っていないでしょ。すると今とても難しいと言われてる電子ロックなんですけれども、そういうものも大体できますか。できますね。大体おいくらぐらい。だから2600円から2800円。なんか機械も特別なものを入れていらっしゃるんですか。そうです。どんな、その外国製とか。外国製もありますし、国産もあります。はい、じゃあもう池袋で20年、もうその合鍵というのは、まあ、人生の合鍵というぐらいで、まあ、非常にドラマチックですね、鍵っていうのはね。私もこれ偶然始めましたけども、初めてやってみる、見たら奥が深いんですよ。ああ、そうですか。で、面白みがあるし、どこで行ってできないっていうものを作って差し上げて相手が喜ぶのを見ると、やっぱり嬉しくなりますよね、こっちも。そうです。だから名古屋からいらっしゃった女のお客さんもいましたけど、わざわざ帰ってよく会いましたって電話いただいた。新幹線に呼ばれた、ここまで、だから名古屋でできないから東京来たついでに、東京ではできるかなと思ってあっちこっち回ったけどできなかった。で、私のところでできたと。それはよっぽど思い出の鍵なんでしょうね。 大切な、まあ、住宅の外国製だったんですが。そうですか。やっぱり 100% 揃えてるっていうところがそんなないんですよ。あっても揃えてない、売れないから揃えないわけですね。だからうちなんかも20年やってもまだ1本も売ったことのない木って結構あります。種類が2000種類ぐらいありますから。そうです。だから例えば1日に10本売れる木があるかと言いますとね、1年に1本も売れない木も。だからそういうのはやっぱり東急さんでも預かってないんですよ。早い話が。素晴らしい街の中で見ておられて、お客さんもいろいろな方が、ね、楽しいんでしょうね。まあ、いろんな方がいらっしゃる。若い方からね、今みたいなお年の方も多いし。そうです。わかりました。じゃあこの池袋の街でこれからも
100歳まで頑張ってください。はい、頑張ってみます。はい、ありがとうございました。